はい、皆さん、こんにちは。おはようございます。和道です。2018年4月の18日朝の9時50分です。今ね、捨て頃で着る時の T シャツのデザイン、のりこが、作ってくれたんですけど、ちょっとデザインに手を加えて、今日、原画を完成させようと思います。よろしくお願いします。作業枠です。よろしくね、みんな。さて、いきますか。はい、いらっしゃい。どうも。おはよう、おはよう。すごいのに書いてる。すごいの？菩薩さんいらっしゃい。はい、みんなよろしく。はい、ワード2。
はい、ワード2。おはよう。はいはい、たむたむいらっしゃい。
はいはい、おかえり。はいはい、仕事行く準備。はいはい。トイレ行ってくる。ただいまー。
信じないか信じるかじゃないよ。嘘ついてると思ってないの、いっちゃんが。でも、なんだろう、俺はさ、ほら、なんつうの、いっちゃんのポイントが搾取されてるっつってもさ、そのポイント履歴とか見たことないわけじゃん、いっちゃんの。だから分かんないよ。でも、なんだろうな、運営さんがそんなことをしてもさ、いっちゃんに嫌がらせする理由ないじゃん。別に信じるとか信じないとかじゃなくて、なんつうの、事実を確かめたいだけよ。別にいっちゃんのこと疑ってるわけじゃないよ。ただほら、いっちゃんのパソコン画面とかポイント画面見たことないから、俺は分かんないよ。別にいっちゃんのこと疑ってもない信じてもないよ。両方とも誤解だよ。人間さ、ほら、運営さんでもいっちゃんにしろ俺にしろ間違えることはあるじゃない。でもその大手だからそのポイント優遇して過疎だから優遇しないってことはないと思うよ。俺はね、だから信じてもないし疑ってもないって感じかな。うん、運営さんがいっちゃんに嫌がらせしてるの？そんなことないと思うんだけどな。ポイント抜かれてるってどこでそう思ったの？すぐポイントを終了後見た。ほら、何が何ポイント足りなかったとか具体的にさ、バーガー何個で何個でって言わないと分かんないよ。初見さんいらっしゃい。まあ、顔っていうか、まあその絵だね、絵だね。Tシャツの全面プリントっすね。
計算をした全部で100ポイントだった。しかし配布されたのは47ポイントだった。あれだよ、いーちゃん。そっか。あれだよ、いーちゃん。知らないかもしれないけど、同時閲覧が20人未満だと、ポイントって配布されるの少なくなるの知ってる？いーちゃん。閲覧数20人以上だっけ？それ、いーちゃん分かってる？閲覧数が、20人以下だとポイント少なくなるんだよ。それ知ってる？いっちゃん。ふわっちって20人以上だったと思うけど、それも計算に入ってる？その20人以下だったんじゃないの、いっちゃんが。違うのかな。知ってる？だから花火とかも400円なんだよ、閲覧が少ないと。だからそれなんじゃないの？違うのかな。それとは別に少ないってこと？計算に入ってない。じゃあ多分それだと思うよ。多分それでしょう。半分以上引かれる？そうだよ。いっちゃんの閲覧、いっちゃんの閲覧が20人になると半分になるの。だからみんな人数増やすために頑張ってんのよ。ちょっとその過疎何人からがいくらっていうの忘れちゃったけど、俺前からそうだよ。昔からふわっちはそうだよ。だからそれが計算に入ってないんじゃないかな。全部半分もらえるわけじゃないよ。あと風船って、100個もらったら40円しか入らないよ。いっちゃんの計算が間違えてるんだよ。そう、風船って半分もらえないよ。例えば風船100個もらったら50ポイントもらえないよ。俺でも40ポイントだよ。だから全部が全部半分もらえるっていっちゃんが勝手に思ってるだけよ。そうじゃないの。みんな一緒だよ。だから運営が悪さしてるんじゃなくて、いっちゃんがその仕組み知らないだけなんだって。そう、変に被害妄想にならなくていいよ。だから風船投げるよりも花火投げた方が配信者に割がいいの。だからみんな花火投げてくれんの。そうそうそう。だからポイント計算狂ってないよ。もし仮にいっちゃんが狂ってるとしたらバグが出てるってことだから、全員バグが出てるはずだから、そしたらみんな騒ぎ立てるから。全部が全部半分入るわけじゃないからね。高い相手も花火は半分入る。よかったよかった、誤解が解けて。
TS 履歴なくてもポイントの履歴は残るの。TS の履歴、例えば消すじゃん、俺らが。でもポイントの履歴は残るから。疲れるな。すげえな、絵描くって大変だな。頭がすごい、右脳が、右側がしびれる。絵描きって大変だよな。普段左側の脳みそ使ってんのがよくわかるわ。右の使ってない脳みそがしびれる。大変だこれ。
これ辛いね。大変だ。でもだんだん見えてきたな。だんだん見えてきたな。はいはい、わかった？うん、とんでもない。お役に立つて光栄です。いいよ、話して。全然いいよ。じゃあ話しかけてくれた方がありがたいね。コン詰まっちゃうから。いいよ、孫子、何でもいいよ、振ってくれれば話すよ。だから孫子ももう白血病やばいんでしょ。なんか大変らしいよね。俺はもう彼にブロックされてるから放送見れないからさ。やばくないの？そう。でもなんか白血病でもうなんか余命数ヶ月とか言われてなかった？確か。俺が知ってんのはもうその1年ぐらい前の情報しか知らないけど。なんかそんな感じだったような気がするけど。違うの？え？違かったっけ？
ドナーが見つかったんだ。へえ。何、ドナーっていうのは何なの？なんかこう、なんか移植してくれる人ってこと？何かを。よかったじゃん。えって何？骨髄液のドナーか。大変だよな、若いのに。娘さんもいてね。白血病って言ってたっけ？閲覧何人ぐらいなんだろうね、今ね。なんかすごい人気あったらしいよね。200とか300とか同じくらいなのかな。全然もう数年見てないから全然わかんないね。人の配信見なくなったもんな。配信自体はやってるんでしょ？喋りはうまいかんな。人生何があるか分かんねえよな。
あ、またブロックされたんだ。相変わらず監視してんのかな。あの人配信好きだからね。いろんなところ見てるんだろうね。俺は別に孫子の枠なくても生きていけるからな。A 向いてねえわ俺。 A 向いてねえ。疲れる。のりこすげえわ。絵描ける人っていいよね。向いてね、才能がない。今日これくらいにしようかな。大きく見せたがる。まあ頭いい。彼は頭いいけど、なんだろうな。なんかね、嘘つかれたからな、俺は。あんまりお付き合いしたいとは思わないかな。俺は個人的に嫌な思いをしてるからね、彼と絡んで。まあもう付き合うことはないかな。まあ実際今付き合ってないしね。いいんじゃない？もう付き合うこともないだろうし。もう2年ぐらい、1年2年絡んでないからね。絡むこともないでしょう。何の嘘？いや、なんか生活保護を受けてるときに、なんか生活保護の、なんか、なんつったっけな、不正受給の仕方を教えてくれとか相談されたとか、俺そんなこと一回もしてないのに、なんかすげえ適当な嘘つかれて、マジで訴えるレベルだよね、あれは。でも信用完全にもうなくなったね。
ひでえなこいつと思って、まあもう絡むことないっすよ。別に本当のことだったら何言っても構わないけど、リスナーさんがその確かめようがない情報で嘘してかく乱するとか俺あんまり好きじゃなくて、そういうの。でいやいやそれそんなことしてないからっつってトツかけようとしたんだけど出てくんなくて、おめえなんかと話さねえよっつって、いや言いたい放題言ってなんだそれと思って、まあもう絡まないね彼とは。なんか嘘つく人間と絡むと損するから、絡まないかな。ああそうなんだ。まあ人を騙すのはよくねえよな。いやそうそう、嘘を平気でつく人って世の中に結構いるんだよ。でなんていうのかな、それがもう癖になってると一回一回言うこと全部を確かめないといけないじゃん、めんどくさいじゃん。その別に嘘言おうが本当のこと言おうが何でも構わないんだけど、もう嘘ついてる前提で付き合わないといけないとめんどくさいから、一個一個その疑っていけるのもだるいし、うん、だからまあ嘘つく人とは絡めないよね単純に。めんどくさいよね。だから彼との関わりはもう経ってるね、だいぶ前から。付き合う気がない。なんで嘘をついたのかも説明してくんないし、なんだろう、嘘ついたことも認めてくんないからどうしようもないよね。まあ、嘘も一個の病気だからな。治らないな、嘘つきは。でもさ、こうやってさ、不特定多数相手にするね、配信とかだとさ、嘘も100回言ったら本当になるみたいなところあるじゃん。俺はそういうところネットの嫌いなところなんだよね。長い目で見たらさ、リスナーは離れてくような、やっぱ。まあ、全部事実言うってわけじゃなくて、その感想なのか自分のその事実なのかっていうのをごちゃ混ぜにして喋る人っていうのがいるんだよ世の中には。で孫子は明らかにそのなんつうんだろ こう悪意を持ってさ自分の嫌いな人間を貶める癖っていうのが前からあるから、だから自分の気に入ってる間だったらいいかもしれないけど、明らかに誘導尋問的にこうリスナーを誘導してこうっていう癖があるから、そこはまあまあしょうがないよね、癖だから。あ、ダメだ、頭痛い。頭痛い。眠くなる。
狼少年がついてる嘘を一回一回確認してたらキリがない。そう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 。もう嘘をついて人をこうどうにかしようとするのも、なんつうの、そういう風にしか生きられないわけだからね。まあ付き合い長いからね、もともとね。うん。まあいいんじゃないの、彼には彼のファンがいて、なんかこう彼をよく思ってる人もいるわけだから。俺はネットとリアルとか区別するとかあんま好きじゃなくて、なんかこうネットだったら嘘ついていいっていう考えはないからさ。ネットでもリアルでも同じように対応したいからね。なんか頭がしびれるな。ダメだこれ、今日中に無理だな俺。頭痛くなってきた。頭痛いな。やめるか。いや、なんか使ってない脳みそが動いて、こう脳がしびれてるっつうか。やめよう。やめろ、やめる。疲れる。やめたい。
はいはい。そろそろトレーニングする？充電溜まったかな？今晴れてるからいいと思うんだよね。充電が10%以上溜まってたらやろうか。雨降ってねえよな。思いっきり降ってんじゃん。ダメだ。ブレない自撮り棒みたいな、なんだっけ、あれね、あれダメだよ、使ってる人いない。なんて言うんだっけ、スタビライザーかな、スタビライザーでしょ。ダメだ、雨降っててダメだな。まいったね。じゃあ一回お絵かき枠終わって普通常の雑談やります。お疲れ様でした。ああ、炎上しちゃった。お疲れ。